どうも、岩本明です。今回の動画はですね、前回ですね、これからね動画を始める人のための、カメラの選び方ということで、ご紹介ねさせていただきましたけど、今回はですねレンズについてお話ししていこうと思います。動画で、明るいレンズが、なぜ必要なのかっていうところを、今回ねお話ししていきたいと思うんですけど、まずね一つは皆さんね言われるのが、ボケ感、動画でも、ボケ感をね、出したいということを、言われる方が、多いかと思うんですけど、もちろんね私もそうでしたし、やっぱり明るい単焦点を使うことで、こういったねこの背景ボケが、出せるっていうところが、メリットの一つだと思います。でもう一つですね、本当はね、あるんですよね。もうその明るいレンズを使う目的っていうのが、もう一つができるだけ綺麗にノイズを少なく動画を撮りたいということなんですよね。はい。で、多分ね、口で言っててもちょっとね、分かりにくいかと思いますので、今からですね、ちょっとね、その差をね、見ていただけたらなというふうに思います。はい。でね、まず今ね、撮っているのが 24mmF1.8 の、単焦点のレンズになります。で、比較するね、レンズに関しては、2470の F2.8 のレンズとですね、2470の F4 投資のレンズ、はい、この2点で、計3点ですね、計3点で、比べてみたいと思います。はい、で今ねこっちのこの上に2470の F2.8 のレンズをつけています。はい、ちょっとね今電源入れますね。はい、でまずですね2470の F2.8 のレンズなんですけど、今ねこちらで撮っていますけど、どうですかね。今ISO感度については2200になっています。なので、この F2.8 の開放であっても、このね部屋の明るさであれば、ISO感度がね2200まで上がってしまうよという形になります。今ねこれオートで撮っているんで、2200になるんですけど、私の、感覚ではもうちょっとね雰囲気を出したいので、ISO感度もうちょっとね、低く設定したいなというところで、ちょっとねそれに変えてみますね。はい、はい、私がねこう、私がこう液晶画面で見る限りで、明るさをね調整すると、1600、ISO感度がね1600ぐらいになるんじゃないかなというところですね。はい、そうしますと、そのねノイズ感が、どうなっているかっていうところですね。で、やっぱりですねISO感度が高くなればなるほど、ノイズはね出てきますし、下げれば下げるほど、いい方向にはなったりするんですけど、適正からね外れていくと、余計ねノイズが出る場合もありますので、そのあたりはね注意が必要だと思います。まずはね 2470F2.8 のレンズが、こういった映像になるよというところですね。はい、ではね実際に私もね映像を確認してみたいと思いますので、次のね、F4 投資のレンズに切り替えたいと思います。はい、続いてですね、2470の F4 投資のレンズに切り替えました。ISO感度をね、オートにしますと、今ね、4500になっています。はい。で、やっぱり F2.8 のね、第三元レンズと比べると、どうしてもね、ISO感度は上がってしまいます。はい。なので、おそらくですね、ノイズはね、先ほどよりも、出ているかと思います。はい。そのあたりをね、見比べてみてください。はい、でオートはね結構私としては明るすぎるので、ちょっと私なりに設定をね変えてみたいと思います。はい、私がね、設定すると、大体ね ISO 感度が3200ぐらいじゃないかなと思います。はい、これのね、ノイズ感は、どんな感じになっているか、はい、見てみてください。いかがでしょうか。とりあえずはF2.8 の、ノイズ感とF4 のノイズ感、こちらねチェックしてみてください。あと最後はこのね今撮っている F1.8 のレンズ、これとね、見比べてみたいと思いますので、ちょっと入れ替えるしかないな。はい、続いてですね、こちらのレンズがですね、2470の F2.8 のレンズに切り替えました。はい。で、今見ると、ISO 感度が640ですね。はい。にしています。F1.8 と F2.8 での違いがもちろんあるかと思いますので、ノイズ感をね、こちらもね、確認していただけたらなというふうに思います。はい。で、こっちのね、先ほど同じ条件でですね、俯瞰撮影している、レンズがですね、24mm F1.8 のレンズになります。もちろんね、F1.8 に設定してまして、オートでいくと、ISO 感度がね、今1000に、なっています。1000だとね、やっぱりね、明るすぎるので、もう一回ね、私なりの設定に切り替えたいと思います。はい。私なりのね、設定でいくと、ISO 感度がね、640というところですかね。はい。ちょっとね、その辺の差は出るかもしれないんですけど、ただですね、その、レンズのね、明るさによって、ノイズ感が、変わってくるよというところで、私がね、なぜ明るいレンズを、求めているかって言いますと、このあたりのね、差があるから、明るいレンズにこだわっているというところになります。この部分をね、しっかり、分かった上で、レンズをね、購入することをお勧めします。ちょっと、実際ね、私も見てみて、感想の方をね、最後、述べていきたいと思います。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。やっぱりですね、よりね、明るいレンズの方がノイズはね、少なかったかと思います。はい。だからこそ、私はね、明るいレンズにこだわって、特にね、単焦点を、購入してですね、お客様の撮影に、臨んでいるという形になります。なので、私はね、なかなかそのズームレンズを使わない理由っていうのが、そこにね、あるんですけど、もう本当にその Z6 のね、標準ズームである2470の F4 投資のレンズ、こちらをね、持ってはいるんですけど、全然使ってないっていうのが、そこにあります。はい。で、たまにこう、俯瞰撮影で使ったりもするんですけど、やっぱりね、ノイズが気になって、あまり使いたくないなっていう状態に、なるので、そういう意味で、よりね、明るいレンズを求めているというところになります。なので、なぜね、動画で明るいレンズが必要かっていうところは、こういうね、理由があるよということになります。はい。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。